このように多分今さっき1の1で手に入れたじゃないですか。今から挑む2ステージ目には3つあるんだね。で、全て集めた後にボスに行くってことか。あのウィスピーウッズ、あの初見殺し感満載の。なるほどね。ちょっと緊張するな。アクションゲームは上手いか下手かっていうと、どっちかというと下手な方に入るからね。これ当たったらダメージかな。このあ、ダメージじゃない。あくまで工場っていうやつの一種のフレーバーか。さあ、どこに行くんだい？今のところここを通ってるだけだけど。だから見逃しとかしないようにしたいね。なんだこの曲。曲が変化した。曲が変化してるよ。なんか来る？あ、よくある BGM が、このアレンジでね、聞こえるこの BGM いいな。やっぱアレンジ。アレンジ BGM 好きだわ。でっか！あ、壊せんのか？とりあえず地上のやつはそれでいいんだけど、下、上から、その画面外から撃ってくんのずるいぞ。お前画面外から撃ってくんのずるいぞ、ワドエディ。ボンバー！危ねえ！ボンバーだ。あれ、赤っ！なんだろう、あれ。あの赤いの。あ、バーニング、もらえるんだ。あ、なるほどね。好きな、どっちか好きなコピー能力を取れって感じか。ソードか、ファイヤーか、バーニングか。ファイヤーで合ってるわ。ファイヤーなんだ。バーニングやと思った。へえ、こういうコピー能力の、え？何？うわぁ、何？え？何何あれは？でっか！人造ロボみたいなの出てきたけど。え？誰乗ってんのあれ。戦闘員？インベードアーマー！うわぁ、もうボスなんて知らなかった！ロケットパンチ！ロケットパンチ。なるほどね。炎を吐いて、ガード。距離詰める系が一番カービィにとってはね、握手だからな。まあまあまあ、でも、やり方は簡単だね。ストレートパンチか、二段構え。二段パンチ。おー！新しい行動が解放されてる。新しい行動だ。パンチ。パンチ。振り下ろし。なるほどね。まあ、さすがに最初のボス。うわっと！パンチ。よし！まあまあまあ、はじめはそんなもんよね。うんうん。何これ？え、どういうこと？え！あ！これが、乗るものによって姿を変える。これがロボボプラネットか。サムネだな。お！しかも曲が違う。ちょっと待って。すごーい！うわー！あ、でもジャンプは一回しかできないんだ。ロボプラネット。コピー能力いらずとも、ロボットで進めるわけか。なるほどね。よし。じゃあその力存分に振るっていこう。パンチ。パンチ。ファイヤー？すげえ！コピーした能力によって、さらに技も変わるんだ。強いぞ、これは明らかに。普通のカービィとは違う。全くもってアクションゲームでロボが来た感じやな。いや、この破壊していく感じ、破壊していく感じ。あ、これきついな。一回しか飛べないからね。あ、ちょっと、ホバリング効くんだ。ちょっとホバリング効くみたい。なるほどね。ちょっとホバリング効くのか。フロントバード倒せなかったな。ほ、よっ。あ、でもある程度踏んづけていける。強引に。ある程度強引に踏んづけていける。さすがロボット。X。あ、これでコピーを捨てることができると。で、あ、B でコピー。ビーム能力を発揮した。右、左から、右、左、右、左。すげえ！置き飛び道具だ。強い。
これは、さすがにあれだよな、落ちるよな。ヒュンヒュン行くぜ！ああ1、右、左、はい、右、左。で、取った後、これ一つ目ね、右、左。ジャブ、ジャブ、ジャブ、ジャブ。ジャブだけで進んでいけるぞ、このゲーム。え？ A。ジャブ、ジャブ、ジャブ、ジャブ。ジャブだけで進んでいけるんだけど。まあ、B はためだね。普通のカービィよりも明らかに強くなってんだな。ジャブ。強い強い強い。BGM も勇猛なものになってどんどん進んでいくぞ、これ。おお、でかっ！相手もでかくなった。相手の株もでかくなりやがって。おら、ジャブ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 。よし。何これ、はめる。何をはめるんやろ。あ、スライドパッドを使うところもあるんだね。へえ。あ、ちょっと画面が遠くなった。奥行きの、あ、ポピーだ。捨てちゃうか、一回。捨てて、ボムに気をつけながら、あのポピーを吸い込もう。ゴー！ボム！え？おー！なるほどね。小さなボムたちを吐き出していく感じか。小さなボムたちを吐き出す。そしてはめる。動かす。はめて動かす。ボム行け！あー、置き飛び道具が強いなー、やっぱ。飛び道具はやっぱ強いよな。この手のアクションにおいてね。はめる。あ、なるほど。あえて右側に、右側にやることもできるし、左側にやることもできるってことか。なるほどね。で、一歩？一歩？危ねえなぁ。危なっかしいんだよ、プレイが、いちいち。ボム。ボム。多分操作は他にもいろいろあるだろうけどね。まあ、ちょっととりあえず今回は単純操作でやってみようか、いろいろと。はめる。回す。ああ、回すとこういう感じに道が開けるわけね。はい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 。あ、もう大型だから、もうボムだから、壊せんね。まあ、ロボだからかな。もしかしたら。何これ、降りる。いて！あ、これあれか。ここにロボをはめておくしかないんだ。カービィしか行けないから。楽しい時間が終わっちゃったってことか。あー、ストーン！ストーンはちょっとごめんね。おら。バーニング。シャッツォ！シャッツォいる。シャッツォっていう敵キャラなんですよ、あれ。ちょっとした小ネタで僕知ってます。あいつは絶対に倒れない無敵要塞です。だからあいつは倒、おお、シャッツォでっか、シャッツォもでかくなっちゃってね、あんなにね。シャッツォもあんなでかくなっちまったか。多分名前違うんだろうな。なんて名前なんだろう、あいつ。あれ？またロボットあるよ。ってことは？新しいロボよ。いけ、新しいロボ。いけ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 。これもしかして壊せんじゃない？あー、もう壊せる。ストレートパンチで壊せる。なんだお前は！ソード！え？うわあ！ソード！ソード！うソード！ちょっと待って、爽快感やばい。ソードの爽快感やばいぞ、これ。これ落としたらさ、宝箱折ってっちゃうよね。ダメだね。ソード！これは、ちゃんと取る。IC キューブ取って、ゆっくり進んでいこうね。よし！で、こっちに戻ると。いけ！ソード！ブン！ブン！
ふん、ふん、ふん、ふん。あ、すげえ、コンボできる。1、2、3、4、5ってコンボできる。どっちだ？はめるで。あ、こうやって動くわけか。外す。1アップ取って、ガード。ソード、ソード、ソード。ソード、ソード、ソード。行くぜ！うわぁ！豪快なプレイができるんだよね。こういう風に。はめる。回すと、もうさらに回す。で、外すと。ソード！下からごめんなさいね。ゲームの基本は下って教わらなかったかい？で、あとはこれをまた向きを変えるんだ。こうやって向き変えればいいんだ。そうすると、こっちの道が開けるわけだね。はい、ソード！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 ソードのご利用しが過ぎるな、少し。ソード！ソード！威力も高いしね、んで、何発も当てなくていいんだね。あ！クリアしちゃった。もう一つのキューブが見当たんないな。どこにあったんだろう。もう一つのキューブを取らないまま行っちゃったね。だから、いや、行けるんかもしれんけど、どうなんだろう。てん！ははははは！ステッカー、でででだよー手に入れた。そんな笑顔で、今回どうなってんだろうね、ででだよーたちは。アミーボ吸い込み能力ゲット。アミーボを使ってコピー能力ゲット。アミーボ吸い込み。下画面のアミーボ。あー、じゃあせっかくなんでちょっとありますね。僕カービィのアミーボをね、好きでね、ほとんど持ってるんですよ。カービィのアミーボにもいろいろあるじゃないですか。スマッシュブラザーズのカービィに、星のカービィさんのカービィ。せっかくなんでちょっとカービィのアミーボを使ってみたいな。さ、アミーボを。あー、はい。じゃあアミーボを。はい。カービィのアミーボを出しました。あ、カービィのアミーボを吸い取るので特別な UFO をコピー。UFO？ おー！これで、あーすごい！ちょっと待って！十字キーで動かせる！自由自在！自由自在になってるよ。吸い込むこともできると。自由自在に動けてビームを打てるって感じか。あれ、汽車乗ったよってか。あ、どうぞ、カービィさん。優雅な旅をお過ごしください。でも電車の中にいっぱい敵いるんだろうな。無賃乗船は困りますね。何これ。あ、これをはめることによって動くと。なあ、ドクターカプセルみたいなやつは。なんかカプセルめっちゃ投げてくるけどさ、こっちから対処しようがないな。裏側に回ればいけんのか。裏側に回って、失礼しまーすと。UFO 強いな、これ。UFO だって、カービィが今までさ、ホバリングで飛んでたのをさ、自由自在にこうやって飛べるって強くない？これ便利すぎるな。この移動性能中毒になりそうでちょっとやだな。十字キーでさ、空飛べるようになったもんな。かわいい、なにこれ。なにこのかわいいスライムみたいなの。ぴょんぴょんしてる。おら。あぶねえ。へいへい。カービィでは苦戦するかもしんない。ヒゲのおっさんなら苦戦しそうだけどさ。このカービィはこうやっていけんだぜ。すげえだろう。苦労せず行くことができる。カービィの作品ではもう当たり前のように。あ！じゃあ、行きましょう。パンチ！行け！ロボットだ！持つ！え？おー！持つ！持つ！さすがロボット。あ、で、B で足場を作る。そう、B で放ることができるんだ。なるほどね。パンチ！
うわーカービィがロボットだもん。もう鬼に金棒とはまさにこのこと。そしてコピーしようか。勝った。か飛ばせるやだなーこれ。これ怖いな。カッターぐるぐる回しながら近寄ってくんの。敵化したら恐怖だろこれ。持つ。置く。一回降りたいな。出て降りるんだ。ここに入れる場所がないとダメなのか。そうしないと降りれないのか。じゃあ UFO で取りに行きます。あそこを埋めに行こう。物理法則無視してるけど大丈夫？どう見てもこれ入ってないけど、まあいいや。さあ、行こう。あと残りエリアどんぐらいかわかんないけどね。ガード。いた！痛いな、痛いな、おら！スイカ。プラズマ欲しいな。プラズマ欲しいな、てか。だってただでさえ強いんだからさ。おー！ちょっとなんかメカニックな感じになっちゃったね。お、視点が変わっていく。スパークはどんな感じなんだろう。なんかあれだね。基本的な操作は同じなんだね。溜めて撃てるようになるっていうのが多いね。だから、基本的にロボに乗ることによって、まあ、威力の高い遠隔攻撃を撃つことができるって感じ。え？何？うわ、誰？え、囲まれた！あれ？なんかはめれるぞ、こいつ。なんかはめれるぞ。あ！あ、そんなわかりやすい弱点作っていいのかよ。おー、怒った怒ってる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 、これは。撤去兵、ギガボルト。うわー、うわー、乗ろう。あれ？乗るのは間違ってなさそうなんだけどな。強力なパンチだ。で、乗る。どうすりゃいいんだ？向こうに行きたい。また手を壊すとか？あ、手、攻撃できる。あ、んで、うわーまたこの戦法？わかりやすすぎるんだよ、お前。パンチ、かわす、攻撃する、おら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 、で、はめる、回す、ネジ取る、あれ？あ、上に来るんだ。いけ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 最後の抵抗のミサイルどうなってたんだろう、食らったら。てか、ネジばっかじゃねえか、お前ら。あ、やばい。あ、これやばいな。ネジ回されたばっかで、ネジ回しただけじゃん。ネジ回しただけで爆発する。そんなボスいたんだ。いや、敵ってなんかやっぱ、がばいな。あ、あ、あ、神。おー、でって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 、やったー、やったー、1位とこついたー。